人形さ7、鳥物町は、横溝正史作の時代小説シリーズ、また、それを原作とした、映画、テレビドラマ作品である。神田、お玉ケチに住む、おかっぴきの刺し地が、次々と江戸の事件を解決してゆく。よく練られたトリックとさえわたる、推理、一見おどろおどろしい筋立てや濃密な性描写などが、特徴である。人情話が主体で、 なりゆきで解決することも少なくない他の鳥物町、物とは一線を隠す。美男で高色な差し地と、焼き餅焼きの年上女房を組めとの夫婦喧嘩、スケナの子分の江戸っ子の立つと、上方っ子の豆ろくのやりとりなど、ユーモラスな描写もある。全180編に及ぶ、鳥物シリーズで、岡本喜道、半奈奈、鳥物町、野村古道、銭形平次、鳥物控え、 佐々木光造、右門、鳥物町、城正幸、若様侍鳥物手町と並んで大鳥物町と称される。2016年までに映画作品が16作品、テレビドラマ8作品が制作されている。おみなもとこのシリーズは多くが短編で、作品数が多数である上、新聞、雑誌、単行本を含む多様な媒体で発表されており、 開口祭発表も多く、開口に際して開題した事例や、主人公が異なる鳥物町を好きなに開口した事例もあるため、全作品を網羅することが困難になっている。1973から1975年に、春陽文庫から刊行された、全集には150作が収録されたが、多数の未収録作品があった。その後の研究で、全集未収録は30作とされ、 2003から2004年に刊行された横溝正子時代小説コレクションに収録された。さらに2019から2021年には春陽道書店が全180作を発表順に収録した漢本を刊行した。なお2006から2007年の島中文庫も全週未収録作品を含めて発表順に収録しているが、 脱落している作品がある上中断している。横溝正史時代小説コレクションは、回帰編3編と、鳥物編3編の合わせて6編からなり、鳥物編のうちの2編に、人形さ7、鳥物帳が収録されている。傑作選と題しているが、初めての読者にも読みやすいよう主要登場人物の初登場作品などを選んだもので、作品としての評価が高いものという選択ではない。 ありがとうございます。